ラジオシャンネーム、エリスさん。中村さん、海イザさん、こんばんは。毎週楽しく聞いています。私はアニメも漫画も大好きなのですが、漫画を一冊読むのに2時間かかってしまいます。<う>なので、あまり時間が取れず読めていない漫画ばかりになってしまいます。どうしたら漫画を早く読むことができるのでしょうかいや、羨ましいよ。一冊2時間ってコスパすげえいい。<laughs> まあ、コスパで言うとね。うん、映画一本も楽しんでますよ。これもそうだよね。だから、うん、まあ、 この2時間かかってしまうことを、なぜデメリットと取ってしまうのかと多分もっと札数読みたいんだと思います、量、えー、で、1冊2時間だと、多分1日に読めるの多くても2、3冊3冊,3冊読むって、休みの日ぐらいだよね、うんうん、そうなるとね。たそこが悩みなんでしょうけれども、うん、ただ、漫画ってある程度、その読むの早くなっちゃうと、はいはい、読むもなくなっちゃうじゃないですか、自分の好みとか、さらい尽くして。まあまあうん ででも大変になるしな、ね、最終回まで読んじそう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 あれもこれもってあのー、思ってられる今の段階の方が幸せじゃないかと思うんですけど、ね、俺もそう思うけどねあとはその読まれてるねジャンルがわからないしどういう漫画かわかんないんですけど一冊二時間二時間最近のハ「ハンターハンター」かな俺も今全く同じこと <laughs> ついに駒から絵が消えたというハンターハンター、えー、あの小説並みの文字量を誇るハンダーハンダー俺はいつの間にか小説を読んでいたっていうね念能力、念工医でそう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 でもあれで面白いって卑怯ですよね文章だけなのにいやいっぱり富なんだよな富樫 <laughs> <laughs> 先生はもういいやあれで富樫先生はもういいんですよ面白けりゃいいわでも他にないと思うんだよ二時間だから、あのー、中期ぐらいのドラゴンボールも二時間かかるんですかね全<で> <laughs> いントに「<laughs> <う>パパパババッカッタンクルクルタン」「2」っていうあれをこれはぜひ教えてほしいですねた例えば何読んでるっていうのをう、ね、2時間、うんまあ、さっき言った「ハンターハンター」だったりさ「うんうん、あのジョジョ」もさ、うん、結構文字量多いじゃない、うん、ああいうものだってあとはなんか<ー>テキストがもっと多い少女漫画とかさ少女漫画ってテキストそんな多いイメージあります あのね、時代によるかもね。うん、確かに。ね、あとはあれだ、あの、昔ね、読んだことあるの。あ、なげ、朝木、夢道だっけ、うん、あのー、光源氏のやつ。はいはいはい。 あれとかかかはななんん読み方が分からなかったもんね確かにその歴史物って結構難解になる傾向はありますけれどもーまあ争点行為みたいな別としてあ,<ー>あテンション爆破のやつとは <laughs> でもあれもさ、うん、あのー、三国志系のやつとかもさ、うん、理解しようと思ってあの国の情勢とかもさ、うん、理解しようと思って読むと結構ゆっくりになるよね確かにあのキングダムが意外と時間かかるよそう、あのー、政治に入ると キングダムは割とごちゃついてる時代の話なんで、マジで。俺途中で理解するの諦めましたもん。なんとなくのテンションで読もうって思って。北東のゲンスタイル。そう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 。強いやつ来たどうするみたいな。どこ、どことどこが戦ってて、ドイツが敵なのか分からなくなっね。あれやっぱ政治だからね。敵だったやつが味方にもなりさ。あと、名前もね、馴染みがないからさ。これって誰だっけみたいな。ゲームオブスローンズとかと同じっすああ、まあまあ、あれもそうだね。そうそう。ああいうのだったらまあ、 かかかかるってもいいいいんじゃななでですすねね今はそれは悩みとして解決するっていうよりも、うん、その2時間たっぷりとなんか読解かすること、うんね、あとはそれだけかけて読んでるんなら、うん、結構濃く自分の中にも残るだろうからあのー、結構ね後ほど資産になると思いますよ、うん、ご自分のうん、うん、いやいい形でね この番組とはとても思えない、うんね。我々真面目にね。真面目に答えましたね。いや、参りました。今日は以上です。皆さんがアシストしてほしいお悩みを募集しています。どんなことでもぜひ送ってください。皆さんのメールをお待ちしています。